第四章、新しき日じゃあね、ヤス。あんた、物をなくしたりするんじゃないわよ。ふん。じゃあね、奥様の言うこと、よく聞くのよ。後から来る仲間に迷惑かけるんじゃないわよ。未だに謎よね。どうしてヤスはここに推薦されたの？それを言ったら、未だに奥様がヤスの勤務を認めてる方が意外だわ。逃げ出さない分だけ根性があるってもんだ。しっかりな、ヤス。みんなとはついにお友達になれなかったね。向こうもそうだったろうし、お愛子だね。あの人たちのことはもう忘れちゃおう。もうお互い何の関わりもない。だから心に留める必要もない。人は最初の印象をいつまでも引きずる生き物だからね。だから仕方がない。
あなたがどんなに素晴らしい人間に成長しても、彼女らはきっと、いつまでもヤスと呼び続けて、あなたを馬鹿にしたと思うもの、そんな人たちに認めさせようと思うなんて、全然意味のないことなんだよ。それがいいよ。あなたには、私や熊沢さんなどの素敵な友達がいるじゃない。そして、新しい使用人の人たちの前では、今度は一人前の姿を見せてあげればいい。その息だね。一緒に頑張ろう。アスネと申します。よろしくお願いいたします。ベルデと申します。よろしくお願いします。基本的には成績が優秀で貧困法制な子が選ばれます。どうやって選ぶの？誰が選ぶの？理事の先生方が来て面接をされるんです。他にも日頃の素行とか。じゃあ先生の前でだけ言いこぶってても合格できちゃうってことも？まあその先生が見て良いと判断されれば合格することも。福音の家よりやってくる子たちはいつだって個性的だった。それが使用人としての日々の中で研磨され、やがては後宮家の使用人の名に恥じない立派な姿に成長していくのだ。とはいえそれを促すのは先輩使用人たちの役目。今や我だけが子さんである以上、彼女らを立派に導く責務があるのだ。新しく来た子たちはどんな感じだった？もちろんエリートね。貧困法制な。奥様や源氏様の前ではそうだったと思います。でも目上の方がいらっしゃらない時はそのちょっと不真面目だったみたいで。アスネさん、お道具は使うたびにちゃんと台車に戻してください。はーい、ごめんなさーい。なくしません。私置いた場所は絶対忘れませんから。物をほったらかしにしておくと魔女がいたずらして隠したりするんですよ。魔女が物を隠すなんて。そんなことあるわけないじゃないですか。魔女なんてそんなのいるわけないっす。いるわけないです。魔女なんていたずらだと思ってました。いや
そう思っていられるうちが気楽だった気がします。魔女ベアトリーチェは確かにいたと思う。私は信じない。ベアトリーチェであったかは分かりません。でも人間じゃない何かは確かにあのお屋敷にいたんじゃないかと思います。人間じゃない何かというのはベアトリーチェの可能性もあると思う？バカバカしい。私もバカバカしいと思いたい。あれはきっとヤスのいたずら。ううん、仕返しでしょ。私も最初はそう思ったけれど。いたずらでは説明できないことがあった。必要というか気持ち悪い。具体的にはどんなことがあったの？置いたものがふっと振り返った拍子にはもうないんです。ヤスが隠したんでしょ。最初はそう思った。そう考えるのが自然だった。でも違和感も覚えてた。あんな器用な子がそこまでえげつないことするかなってずっと思ってた。どんなことがあったか話して。鍵束がなくなった時には私が見てない隙にヤスがひょいってどこかに隠したんだろうと思えた。でも鍵束から一つの鍵だけが消えてて、それが針もしないところから出てくるなんて考えられない。その鍵だけあんたが見てない隙に引っこ抜いたんじゃないの？そんなのできる？実際に鍵束を丸ごとひょいっと隠すならともかく、鍵束から鍵を一つ抜き取るって考えれば考えるほどに簡単じゃないよ。ガチャ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 、すぐそこで私が背中を向けてるのよ。そんなこと悠長にやってたらいくら私がバカでも気がつく。あの時に初めて気がついたの。これ逆ギレしたヤスのいたずらじゃなくて、もっとそのヤバいもんなんじゃねって。その紛失した鍵はどこから見つかったの？私のロッカーから。ベルネうっかり屋だからさ、ひょいって鍵をそれだけ外してロッカーにしまったのを忘れてたんじゃないの？鍵束からなんでわざわざその鍵だけを外すわけ？アスネ、鍵束の鍵外したりあるいは戻したりしたことある？私も試してみた。あれすごく硬い。わざわざやらない、やる意味ないし、私無遊病、自分でやったことの記憶さえないっての？私バカだけどそこまでバカじゃない。私そこまで自分のこと忘れてたりしない。それに私の鍵さ、確実に部屋に入った時はあったよ。じゃなきゃあの部屋の鍵私どうやって開けたわけよ。だからさ、音をさせないようにさ、するりとそのヤスがうまく鍵を抜いてベルネのロッカーに隠したんだよ。ヤスに舐めたことすんじゃねって食ってかかった。でも言いながら思ってた、これ絶対変じゃねって。だってさ、あの日私たちずっとヤスと一緒に部屋回ってたわけでしょ。鍵をガチャガチャ外すほどの隙は絶対ないよ。ヤスには無理っていうか誰にも不可能だよ。音をさせずにそれもわずかの隙に鍵を一本だけ抜き取るなんて。受け取った時からもうマスターキーが一本足りなかったとか。だから言ってんじゃん、ちゃんと鍵は最初あった。あの部屋の鍵を開けたのは私だから、絶対鍵はあった。で部屋に入って、私バカだから鍵のジャラジャラが嫌いでひょいとベッドの上に置いといた。それで掃除終わって鍵束取って施錠しようとしたらもうなかった。背中を向けてはいたけれど鍵のすぐそばにいた。だから誰かが鍵を一本だけ抜くなんていたずらをして悠長にガチャガチャ言わせたらすぐわかる。なのにその部屋の鍵一本だけがスーッと蒸発して私のロッカーの中に。いいよ、ヤスがこっそりやったって仮定してもいい。
そう考えると気楽になれるもん。でもね、じゃあどうやってロッカーに入れたわけ？ヤス、私たちとずっと一緒じゃん。私がないないって大騒ぎしてあちこち探し回ってロッカーの中で見つけるまでずっと一緒だったじゃん。ありえないって。私、ヤスに当たり散らしながら感じ始めてた。というか、ヤスの瞳がさ、無言で言ってるわけ。あの子の言うさ、いつの間にか物がなくなってるって、みんなが言うように、あの子がぼんやりしてるんじゃなくて、本当に実は私と同じで、突然ありえないことが起こって、その安はずっと一緒だったから、ロッカーに入れるのは不可能？そんなおかしなことが他にも。そう、物がなくなるとか、単純にそれだけじゃないことが、その後も他にも何度も何度も。さすがに薄気味悪くなって物とかその辺に置かないように気をつけたけど、それでもダメだった。最初こそヤス舐めんなって思ってたけど、途中からマジでこれは違うって理解し始めた。私がポケットに入れっぱなしにしてたはずの鍵束から鍵が消えたことだってある。私は気づいた。ヤスがいたずらしてんじゃない、ヤスも私も同じ何かにやられてるんじゃないかって。落ち着きなよ。私は一部はヤスのいたずら、それ以外のほとんどはベルネのうっかりか勘違いだと思ってるよ。確かに屋敷はいつも薄暗くて、どこか薄気味悪かったし、なんかたたりとか呪いとかそんなのがあってもおかしくなさそうな雰囲気はあった。そのせいできっとベルネはおかしな方向に怯えちゃったんじゃないかなって。あんただって見たでしょ。ほら、あの雨の日、金室に消えるおかしな白い影を見たでしょ。見たけど、白い何かを着た奥様かお嬢様じゃない？白い何かって何？そんな服を着てるの奥様もお嬢様も見たことないよ。というか、あの貴賓室いつも施錠されてるし、奥様とかは鍵持ってないし、あれは絶対幽霊とか亡霊とか。うん、絶対に魔女の影だった。とまあ、途中からベルネはこんな感じ、すっかり怯えてしまった。私はそのすれてるから、ベルネがビビればビビるほど魔女なんてバカらしい、そんなのいるわけないって思いを強くしたけど、でもさすがに空気を読まざるを得なかった。というか、うかつに口にしない方がいい話題だと気づき始めてた。階段とかたたりってさ、部外者が聞くと本当にバカバカしい。でもね、そこにいる当事者からすると全然笑えない。あれは本当に笑えない話だったよ。マスネはちっとも私の話を信じてくれなかった。だから私、途中からマスネに相談するのやめて、マスに打ち明けて相談したの。私はあんたのいたずらだと思ってたけど、絶対にあんたじゃない。なんか、おかしなものにやられてるって。そうしたらなんて。自分も同じようなことが何度もあったけど、誰に相談しても信じてくれなかったって。大地、先輩とかはヤスのことバカにしてたけど、ヤスは言われるほどどっちでもバカでもなかった。年下に仕切られるのはムカつくからいつも反抗してたけど、仕事は割とそつなくこなしてた。そんなヤスがそこまでバカにされるほど物をなくすなんてことあるのかなって不思議に思ってた。だから確信したの。いる、このお屋敷には人間とは異なる何かおかしなものがいるって。それが魔女ベアトリーチェだと。もしそれがそう呼ばれるものならば信じる。とにかく人間じゃ説明ができないものが確かにあの屋敷にはいたの。それを理解できない人たちが
私やヤスのことをドジだのうっかりだの勝手に言ってた。分かってない。